この曲の凄さは圧倒的におしゃれなところで、90年代に聴いても21世紀に聴いても令和に聴いても古くならないんです。今でも若者の居住地である TikTok で聴いても全然違和感ないんですけど、70年代の曲でこんなに古くならない歌はこの曲しかありません。それからセンターがスーちゃんからランちゃんに固定になってしまうんですよね。その時スーちゃんはどう思ったか、悔しいということを言ったという情報はありませんが、本心は悔しかったのかもしれませんね。しかし当時彼女は受験の真っ只中だったそうで、真面目な彼女はキャンディーズの活動と並行して受験も一生懸命やっていたそうで、それどころではなかったのかもしれませんね。